最近どうですか？最近です。9月は誕生日付きっていうことでちょっとゆるくやってます。なるほど。ご褒美として。いけるやっぱり夏休みになんかやっぱり。いや夏休み期間は頑張ってました。ガッと頑張って。ね、だって見てる層もそこですね。そうですね。夏休みそこで燃え尽きて今で す, そ, す、ね、そうですね今毎日ですか、はい、あ一応なんか毎日すごいですよね。なんか6月ぐらいちょっと結構休んでたんですよ、はいはい、夏休みだからちょっと頑張ろうって毎日やってその延長で今花粉症じゃないですか？え、花粉症じゃないです。あ、秋のやつですか？秋のやつ。今日やばいね。難しいですね。春もですか？春もです。そうなんです。40。じゃあ、今日花粉症で。今日は天気いいからやっぱり。あ、何花粉ですか？ブタクサですかね？わかんないです。なんだろう。はい。ちょっとすみません。大丈夫です。なんちゃまだディズニー行きまくってんですか。じゃあ行きます。今空いてる時期ですか。いやけどこれからどんどん増えてくるんですよ。ハロウィンが。あ、もう始まったんですか。はい、そうです。前でもコスプレしていましたけど、うん、今日は、結構ガチなコスプレだけど、着てるだけっていうか、あ、羽織ってるとか、そうです。最近、ASMR、ASMR、ボルトヘッジ。あ、なんかみんなよく書いてますよね。はい、あれ流行ってるんですか。流行ってるんですかね。なんかみんな見ますよ、見てる人。そうです、それをちょっとやりたいなと。切ってる音。あ、そうです、そうです。日本とちょっと絡めたら、はいはい、そんなこの間ちょっと試しにやったんですけど、はい、シャンプーの音です。はいはい、良いですか。良かったです。あれは良かったです。あれどういう意味なんですか。なんかの略です。なんの略ですか。なんとかあるの、まあ、なんかの略です。あ、そうなんですね。いかにもなんか近くでそれが起きてるかのように聞こえる。これからドライヤーで乾かします。はい、お願いします。だいぶ久々ですよね。次は看護さんに導入したのって夏ですよ。あー夏そうなんです。多分それぐらい経ってると思います。やっぱり人によって変化が違うんですよね。あ、そうなんですか、ね、はい、元がひどすぎたとかじゃなくて。ではなく、ではなく、でも相性はいいんだと思います。あ、そうなんですか、ね、はい、街で声かけられますよね。あー最近ちょこちょこあります。あります。全くなくて、逆に最近寂しくなってますね。、かけられるとかけられるとなんか恥ずかしいじゃないですか。だけどかけられなさすぎるのもなんかちょっと寂しい。ちょっと若い人がいるようなこういった原宿とか歩いてるのになるとまだまだかと思って、竹下通り歩いてみてください。はい、ビデオカメラ持ってます。どういうところでかけられます？結構新宿多いです。いや本当に綺麗になりますね。本当にすごいです。ツヤも出たし。最近ホモバーオイルよく聞くようになりました。あ本当ですか？最近やっぱ流行ってきたんです。いやどのトリートメントにも多少は入ってるんですけど。あ、そうなんですか。はい。いつもつけてるのは 100% のホバなんで全然違うんですよ。Just a little bit.
滑らかなですね。いけますよ。何かの CM いきます。いやーだいぶ艶やかな。今すごい。あ、すごいすごい。自分の身じゃないみたいですもん。あ、これスローモーションで使えますね。みんな髪質改善した方がいい。冷たくなりますね。はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。じゃあだいぶ変わりますね。めちゃくちゃ変わって私の髪の毛じゃないです。今日やったのも、はい、その髪の中にダメージによって焼いてしまった空洞をこう穴埋めをして補強した感じですね、はい、だから別に治ってるわけではないんですよ。補強してるだけで、やっぱりちょっと時間が経過するとちょっとずつですね、ちょっと出てきちゃうんですけど、根元の方は綺麗なゾーンがどんどん広がってると思うので、はい、毛先からちょっとずつなくしていけば、今どこまでですか？けどもうここら辺まではもう綺麗なゾーン、綺麗な、はい、なので今伸ばしてるので目標の長さまで伸ばしたら、はい、ちょっとずつ切っていけば、だんだん根元なくなって綺麗なゾーンを作れるので、はい、それをちょっと目指しましょう。はい、はい、じゃあありがとうございました。ありがとうございました。ごちょちょのチャンネル概要欄に貼っておくので、そちらから飛んでください。はい、この動画がいいなと思ったら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、そんな感じでありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。